じゃじゃん、なんか見えてきたぞ。噂のどこどこに刺さっている尻尾がフリフリしています。フラグだ、フラグがフリフリしてるぞ。そんなブラブラ入れたらちょっとリコタンのケツにダメージが。ズズズズズズ、穴が見えてきました。ズズズ、プラグが抜ける音やめろ。何のために開いている穴なのか、いやまあ意味はないんですけど別に。今回の衣装穴開きまくっております。こんなに穴ばかり開けて一体何を突っ込もうというのか。ズズ、お、けしからんマークが太ももについている。ムチムチ太もも、きちゃー。スカートの下からなんか紐見えてんぞ。何の紐だいった、これ引っ張るとほどけるよ。そうそいつはどうか、正の字はないんですか、汚ねえな。あれ透けてね、なんか見えてね。これ後ろから見たらどうなっちゃうんだこの衣装。ドスケベやぞ、透けてんぞ。もうちょっと行くか。ズズズ、あー、いけないの見えちゃった。マロビ出てるやん、これ YouTube 大丈夫って。ズズ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 ズ、あーあーあーあああ、どうでしょう、だいぶエッチなんじゃないこれは。ちょっとコスプレイヤーはねエッチであればあるほどいいですからね。これリコタンの格言ね。ズズズズズ、ふわふわおけけが見えてきましたよ。陰毛きました、陰毛じゃねえよ、なんで陰毛頭から生えてんの。ズズズズズズズ、かわいいお顔が。どうでしょうか、これだけじゃないんですよ。まずはじゃん、マスクしてる。さらにさらに、え、 YouTube 君にねバンされないように上着羽織っときゃなんとかなるだろうということで。どない、上着だけで中全裸はいけないんですか。いけないに決まってんだろ。え、大の麦重注好き。でーイサヒスープドライを飲み始める。リコタン実はまだまだあのこれ以外にも新衣装あるんですよ。間に合わなさそうなので、またね今月中くらいにリコタン新衣装お披露目パート2やっちゃおうかなと思います。まあこのビールも飲めるんですけど。じゃーん、歌えるようになりました、イエーイ。三面図でも見せちまうか。じゃん、後ろがねケツが見えないように一応まあリボンでね、まあ、見えてるんですけど全然。あ、まだあった、見せるやつ。ドアップになるわ、ほらこの表情とかちょっと違くない。おこ顔とかも、うん、できちゃうんです。リコタンの新衣装でつぶやかないやつ、いや、うん、メス書きにもなれちゃうんですけど、で舌出して、にゃんにゃんにゃんだにゃん、あへ顔。リコタンがあへ顔できるようになってしまったっていうこと、みんな気づいちゃった、できてた。ガチのあへ顔できるようになっててくさ、いつでもできっからあへ顔。スクショタイムどうしよう、ちょっと、はい、何してほしいもの、マイクであへって、あへ顔どう、いやモザイクかけて、モザイクは自分でかけなさい。これであへ顔、お前らどんだけあへ顔好きなの。はい、スクショタイムです。ね、なんでさ新装披露目でアヘ顔させられてんの。そっか、アナルプラグ、アナグプラグのせいか、アナルプラグ刺さってるからか。ピースできないの、ピースはちょっと まだだね、時代がそこまで追いついてない。メンバー限定であのマジでエッチなやつがあって、実はここなんですけど、ここがなんかもっと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 やばくなっちゃうんですよ。はい、メンバー限定放送させていただきます。